角煮丼。おー、いいね。豚のロース、玉ねぎ、生ネギ、生姜。そうね、うん、入ってるこの生姜の部分超うまいよね。超好き。いい感じだね。何かな。活動の目標はこの絵を完成させる。成し遂げたい21個の項目をこの絵に入れました。この目標を達成するために英語勉強しようと思うんだけど。わかんないよ。歯科注意ってなんだみたいな。そう。おひゃ人全文です。こんにちは。こんにちは。休日ということで、また料理作りをやっていくような感じなんだけど、今日は何作るかっていうと、角煮丼。おー、いいね。角煮丼。あー、もう名前聞いただけでも早いと。じゃあ早速やっていきます。しょ。じゃあ材料を角煮、豚のロースの切り身 300g ぐらい。まあ一つのカット 30g ぐらいにするんだったら、ちょうど角煮10個分ぐらいかな。玉ねぎ、生姜。そうね、小ネギ刻み、100円とかで売ってるやつ。ネギがあるのに、俺ネギラーだから。どっちかにするならこっちをおすすめするかな。理由はこういう部分とか、肉の臭み抜きに使えるんで。ちょっと材料は改めてまとめて紹介するんで、まず一番最初にちょっとやんなきゃいけないことがあるんで、早速やっていきますか。はい。この肉をちょっと下茹でしなきゃいけなくて、火沸かしてこの買ってきた切り身丸のまんま入れちゃって OK です。カットして入れてもいいんだけど、カットして入れると型崩れしやすくなっちゃう。俺なんか生姜とかさ、こういう使いづらい部分あるじゃん。こう使いやすい形にカットしちゃって、そうじゃない部分、臭み抜きの時に使っちゃうんで。ぶち込むよ。ぶち込む。 OK。 とあとこのネギの頭。ネギの頭ぶち込む。ぶち込む。 OK。火がこうブクブクして沸騰したら弱火にして30分。肉が薄いようだったら一回沸騰しちゃったらもうそこで火止めちゃって1時間置いとくとかでもある程度臭みは抜けるかなって。こう分けてくるとアクが出てくるんでね、結構取ってあげた方がいいかな。待ってるの長いんで飛ばします。はーい。じゃあシュン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 。よし。はい、うざいね。30分経ったんで、やっていきましょう。イエス。まあ、こんな感じでーす。で、この出汁はもったいないけど、捨てちゃうんで。使うものが、で、まず、醤油が100。醤油100でーす。100でーす。あ、やべ、うっそ忘れた。はい、先200。もう入っちゃいました。エリン50。普段ね、測んねんな。適当に入れて、味調整しちゃうから、ちゃんと測んないんだけど。めぐんり。いや、そう。さすがに、今ここでそれやったら怒られそうだから。水が300。水が300。だしは？だしはね、本だしで使っちゃおうかな。こんぐらい。小さじ1ぐらいで。で、ザラメがね、40g。砂糖の大さじ1って何 g ぐらいあるんだろう。15、でも中層か。ちょっと重さ違うよね。じゃあ、大さじ2。2で、OK。こっからはカット系。玉ねぎはね、とりあえず半玉ぐらいでいこうか。1センチ角ぐらい。これぐらいのサイズ感で、これも入れちゃって大丈夫。次肉いこうか。4切れずつぐらいになるようにでいいんじゃない。よし、入れちゃっていいですか。入れちゃっていいよ。スライスで4切れぐらいかな。このね、煮物に入ってるこの生姜の部分超うまいよね。俺超好き。分けるまでは火強くて大丈夫なんだけど、分けちゃったら弱火で。次乗せるネギとかを切っていっちゃう。今から白髪ネギやってきます。で、あともう一つ、生姜を千切り。準備しとくのは、この白髪ネギと、生姜。と、もともと買ってある小ネギ。もう分けたら、あとはもう弱火で。いい匂い。いい匂い。で、まぁ、こっから1時間待たなきゃいけないんだけど、なんか角煮食べるときに、油あんま強くない方がいいよって人は、下茹でした後に、冷蔵庫で1日寝かしちゃう。そうすると、油だけ全部上に浮いて分離するんで、それ全部取ってあげれば、だいぶ油が取れんじゃないかなっていう感じです。あとはもう待ちだね。待ちですね。待ちっす。なんか最近、世の中さ、暗いニュースが多いじゃん。そうだね。ちょっと残念ながら。でも冷静に考えたら日本のこういうとこすげえよなっていうの、どこがあんだろうなってちょっと考えた時に、まあよく言われるところで言ったらさ、まず治安がいい。そうね。あとは電車がしっかり来る。あああとはなんかまあ今このちょっとコロナ禍になっちゃうと際どいけど、失業者が日本って少ないって言われてるよね。他の先進国に比べて、特に若者の。確かなんかイタリアとか行ってたじゃん。なんかこうイタリアと比べて日本のこういうとこすげえなみたいな。一概には言えないと思うよ。
まあ、日本の治安がいい、うん、っていう話に付随してくるのかな。これもうすごいっすよ、路駐が。路駐、路駐、車の路駐が。路駐の日本もすごくない？次元が違う。道路の両サイドに車がバー何車線ぐらい？1車線、2車線、すれ違えるぐらいの。あー、なるほどね。広さなんですけど、うん、もう両車線にザーッと路駐してあるから、もう1台しか取られないですけども真ん中が、うん、でもそれ別に一通じゃないんでしょ。一通じゃないんです。すごいね。あとはね、夜タクシー乗ったんですよ。うんうん、でもよくタクシー危ないって話聞くじゃないですか。あ、まあタクシーはいろいろ聞くよね。目的地到着しました、うん、まあ50ユーロ渡したんですよ。うんうん、いつの間にかその50ユーロが5ユーロにこう変わっててマジシャンなんだよ。5ユーロしかもらってないよってすごいも言われちゃって、もうそれでずっとガーって言ったら、もう最終的にタクシーの方がもう分かった、もうめんどくせえなみたいな感じで、もう普通の正規の値段で。タクシーで行ったら俺あの台湾行った時とか怖いなと思ったけど。あ、台湾。千と千尋の神隠しの。あー、ありますね、うんうん、あれが台北にさ、名前が9分の場所にあるんだけど、うん、駅降りてタクシー乗ったんだけどさ、なんかもう山道みたいな場所を100キロぐらいで疾走してくる。怖っ。もうジェットコースターよ、本当に。命の危険を感じるやつ。いや本当に日本じゃ考えれないじゃん、うん、台北あれ旅行行ってた時結構タクシー使ったんだけど、うんうん、全部スピード速かったから、多分もうあれはもう文化なんだ。普通なの。そうそうそう、俺初めてタクシーでこの部分使った。この部分こうやって持ったから。まあそう考えるとね、やっぱ日本のいいところっていっぱいあるよね、うん、なんかこう当たり前になるとそれの素晴らしさってわからないけど。そうだね。ちょっと暗い話題があるからこそ、日本のいいところってどこなのかなってちょっと考えるようにしようと思って、うん、なんかこうね、みんなが思う日本のいいところとかもちょっと聞いてみたい、うん、どんなのがあるのか、うんうん、2時間経ったんで、yes. はい、開けてみます。あ、いい感じだね。見えるかな。あ、いい感じだね。だいぶ汁減ったな。いいんじゃない？完成でーす。こういう感じでーす。角煮と角煮丼、完成でーす。今日はあの角煮丼、まあ、角煮と角煮丼を作りました。そう、簡単にできて、しかも子供も大人もみんな大好きな角煮じゃん。美味しいです。これで終わりにしようか。じゃあ、本日はここまで終わりにしますので、ご視聴ありがとうございました。じゃあ、バイバイ。バイバーイ。はい、じゃあ、いただきます。今から白髪ネギやってきまーす。白髪ネギでーす。まあね、中の丸い部分はね、ちょっと白髪にしづらいんで、なんかこれはもう輪切りとかにして味噌汁入れちゃってもいいし。あ、まあ白髪。白髪。じゃあ最初、うん、あの家とどう行くつもりで、ん、どう行くのそれ。あ、こう行ってこう行くべきだった。え、それそのパターン、それみじんじゃない？みじんかこれ、うん、一回そこ落としちゃっていい？失礼、これみじんだ。